ミコヤン、スターリン、オルジョニキーゼがティフリスにて1925年。グルジア問題とは、グルジア社会主義ソビエト共和国の政治変革を達成する方法をめぐり、ボリシェビィキ指導部内に起こった政治紛争である。グルジアをめぐる論争は、赤軍のグルジア進行によって強制的に共産化された直後に起こり、1922年後半にピークを迎えた。 この論争の一方には、フィリップ・マハラゼと、ポリカルプブ・ドゥムディバに率いるグルジアの、ボリシェビキ指導者たちがおり、他方には、ロシア共和国で事実上の実権を握っていた、指導層、特にヨシフ・スターリンとセルゴ・ウルジョニキーゼが立つ、ものであった。論争の内容は複雑で、モスクワからの自治を維持せんとする、グルジア側の願望や、ボリシェビキが格索していた。 国境政策の独自解釈、特にグルジア特有の解釈が絡み合っていた。論争の中でも主要な論点の一つは、グルジア、アルメニア共和国及びアゼルバイジャン共和国をザカフカース連邦に併合するというモスクワの決定である。グルジア共和国単独でソビート連邦の一員としての地位を要求するグルジア側指導者は、この動きに強硬に反対した。 この問題は病床にあったウラジーミル・レーニンを取り巻く権力闘争の中で決定的なエピソードとなる。グルジア側はレーニンの支持を獲得しようと模索していた。論争はスターリン・ウォルジョニキーゼ側の勝利に終わり、グルジアの恩恵派共産主義政権が失脚する結果となった。また、この件はレーニンとスターリンの間の最終的な決別の一因ともなり、レーニンに 最後の重要文章を書かせるきっかけとなった。グルジアにおけるソビエトの統治は1921年2月から3月にかけての赤軍の軍事行動によって確立した。この軍事行動は主にソビエトロシア内で強い影響力を持ったグルジア出身の二人の党員、ヨシフ・スターリンとセルゴールジョニキーゼ初期によって主導された。グルジアの命運に関するボリシェビキ内部の意見、 フイッチは赤軍の進攻よりも前から存在した。スターリンとウルジョニキーゼはメンシェービキ中心の政府が主導する形で独立グルジアを早急にソビエト化するよう主張したのに対し、トロツキーは放棄を醸成し、後に彼らを助けるためグルジア内で作業を行ういくらかの事前準備期間を置くことに賛同した。レーニンはグルジア侵攻の帰決について、 曖昧な態度であった。国際的な成り行きとトルコの決まる政権による危機の可能性を恐れていたのである。1921年2月14日、レーニンは最終的にグルジアへの介入を承認したが、後にカフカースからの明確で一貫性のある情報が不足していたことに繰り返し不平を言った。新たに確立されたソビエト支配に対する反発の 広がりを十分に意識していたレーニンは、軍が強制した体制に反発心を持つグルジアの、インテリゲンツや,や農民が和解できるような政策を、好んだ。しかしながら、多くの共産党員は、ロシア内戦中に、彼らの反対者に対して宣伝した手法を捨て、より柔軟な政策へ転換することに抵抗があった。フィリップ・マハラゼのような恩恵派にとっては、レーニンのアプローチは、 ソビエトの力のため幅広い支持基盤を確保する合理的な方法であった。恩健派はメンシェビキの反対に対する関与、党内におけるより大きな民主性、全身的な国土改造、また何よりも敏感な民族的感情とグルジアのモスクワからの独立への配慮を擁護したのである。対するオルジョニキーゼやスターリンのような共産党員はより強硬な路線を主張し続けた。 彼らは反対勢力を完全に一掃し、新たにソビエト化された諸共和国の党の支配を中央集権化することを追求したのである。対立はグルジアのボリシェビキ主導部内に恩恵派と強硬派を生み出した。論争はスターリンが全ての労働者組織と労働組合をボリシェビキ党委員会に従属させるのに先立って起こった。スターリンは グルジアソビエト政府が政治的反発に対して恩恵な扱いをし、モスクワからの独立を維持していることに満足せず、1921年7月にグルジアの首都トビリシへ赴いた。労働者会議を招集した後、スターリンはグルジアの民族自決主義の排除を狙ったプログラムの対応を説明するスピーチを行ったが、聴衆からはやじられ、同僚からは 敵意のこもった沈黙を受け取った。続く数日の間に、スターリンは、マハラゼを、信念が不十分であるという理由で、グルジア革命委員会から放逐し、代わりに、ブトゥムディバニオ当て、またグルジア指導層に、民族主義のヒドラを粉砕せよという指令を出した。マハラゼ支持者たちは、同様に解任され、より非常な将校であるクビンテリアニー、アタベコブ、 ラブレンチー・ベリアに置き換えられた。しかし一年以内に、スターリンは、ムディバニアその仲間と対立状態になった。このさかいの最も重要な点の一つは、諸ソビエット共和国の統一計画における、グルジアの地位という問題であった。スターリンを強力な後ろ盾としたセルゴールジョニキーゼ、率いるモスクワの使節団は、ザカフカースの三共和国に対して、統合した。 連邦国家としての地位で、ソビエト連邦に加入することを強く要求したのに、対し、グルジア側はグルジアが単独で国としての同一性を維持し、統一されたザカフカース連邦としてではなく直接、ソビエト連邦の一員となることを望んだ。スターリンと部下たちは、グルジアの地元共産党員たちが、自己中心的な民族主義を唱えていることを告発し、彼らに、 民族主義的逸脱主義者というレッテルを貼った。それに対して、グルジアは、大ロシアへの盲目的愛国主義という非難で応じた。レーニンは、突然、スターリンの立場を擁護し、ザカフカース諸国の政治的、経済的統合への支持を表明するとともに、グルジア指導者たちに、モスクワの弱い者いじめの戦術だという非難を、退りけることを伝えた。 この対立は1922年11月に頂点に達した。この時オルジョニキーゼは、ムディバニグループのメンバーへの物理暴力に及び、言い争っている時に相手に一撃を加えた。グルジア指導者たちはレーニンに対してこのことを抗議し、数々の暴虐のリストを提出した。この中には、オルジョニキーゼが関わった悪名高い事件も含まれていた。レーニンはもはや、 グルジアにおける対立の苦々しさを見過ごすことができず、オルジョニキーゼに対する批判を爆発させた。1922年11月後半、レーニンはベイチェーカー長官、ジェルジンスキーをトビリー氏に派遣し、問題を調査させた。ジェルジンスキーは、スターリンとオルジョニキーゼに共鳴し、結果として、レポートにおいて、二人の活動がかなり穏やかであるという、 イメージをレーニンに与えようと試みた。しかし、レーニンは、グルジア問題をめぐるスターリンたちの振る舞いに疑念を抱いた。レーニンはまた、外国や他の諸ソビエト共和国で起こりうる抗議を恐れてもいた。1922年後半、レーニンは、オルジョニキーゼとスターリンがヒロシア諸国に対して、大ロシア主義を押し付けた点で、罪があることを認めた。彼は、今やスターリンと、 その強制的な中央集権政策がいよいよ危険であると考え、お気に入りであったスターリンと一挙に決別することを決断したのである。それでも、レーニンのグルジア問題に対する疑念は根本的なものではなかった。そして、レーニンの病が悪化するにつれ、グルジア指導者たちは強く団結できないまま取り残されていき、 グルジアがザカフカース連邦へと押しやられていくのを眺めていた。ザカフカース連邦は、ロシア共和国、ウクライナ共和国、シロロシア共和国と共に協定に署名し、1922年12月30日に、すべてを新たなソビエト連邦に統合するものであった。ムディバニと、その支持者たちを解任するという政治局の1923年1月25日の決定は、 オルジョニキーゼとその支持者たちの最終的な勝利を表す出来事となった。1923年3月5日、レーニンはスターリンとの個人的な関係を解消した。レーニンはグルジア問題を引き継がせるためレフトローツキーを後継者にしようとし、スピーチと3つの覚書の用意を始めた。 そこでレーニンは議会に対して、スターリンを初期朝食から罷免することを布告しようとしたのであった。しかし、スターリンと妻ナデジラとの確執を知った直後の1923年3月9日、レーニンは3度目の発作に襲われ、次第に死へと近づいていく。トロツキーがこの問題に関して、スターリンに立ち向かうことをしなかったのは、おそらくトロツキーがグルジアに対し、 メンシェビキの根拠地であるとの偏見を長年にわたり抱いていたためであった。第12回答大会において、グルジア共産党員は孤立を感じることになった。レーニンの覚書は公表されず、壇上から発せられるグルジアとウクライナの民族主義を批判するあらゆる言葉は熱烈な喝采で歓迎されたのに対し、大ロシアの盲目的愛国主義への批判を、 少しでも暗示するような言葉は無情な沈黙に迎えられた。このように、レーニンの病とスターリンの党への影響力の増大、及び完全なる権力掌握への接近と、レフトロツキーが権力の中心から遠ざけられたことは、グルジア共産党内の文献論者の力が無視されるように追いやられたことと一体になっていたので、ある。この問題は、 グルジアのオールドボリシェビキの昇進を妨げるものであったが、オルジョニキーゼの評判もまた悪化し、すぐにカフカスから召喚された。ムディバニとその仲間は下級職へ降格されたが、しかし彼らは1920年代後半までは苦しめられなかった。彼らのうちのムディバニを含むほとんどは後に1930年代の大粛清によって処刑された。グルジアの 民族主義的逸脱主義者が敗北したことの主たる結果はグルジアに対する政治的打圧の激化であり、1924年8月の武装放棄と続く赤色テロに至り、数千人が犠牲となった。一方、屈服したマハラゼは1950年まで生きながらえた。ありがとうございます。